はいどうも、サオでございます。本日はアップデート情報もそうなんですが、基本的に2つ動画にしてるので、攻略の方を見たい人は、下からね、マーザンダル攻略の方を飛んでいただければ幸いです。ということで、もう一つ大きなものが来ましたね。ガチャです。フィアンマシリーズが来ました。で、ジョブごとにね、1回だけ星3のね、武器が確定で引けるので、これは、メインでやってるジョブをね、引いていただければいいかなって思います。星3でもね、スキルは一緒。隠しステータスがあって、星3のが、星4のが強いっていうやつは言われてますが、星3でもスキルは一緒なので、これをね、メイン武器に、こっちをメイン武器にしてやってみてもいいんではないかと思います。攻略が楽になりますね。はい、それでは性能を見ていきましょうっていう動画です。引くべきかどうかもそれでわかると思います。はい、まず、フィアンマソード。近い敵。まあ、これはね、前列一体に、一列に、物理ダメージ、特大ですね。特大の一列攻撃です。最強なんじゃないかな。ソード系範囲攻撃だと。で、さらに、使用時 HP80% 以上で物理ダメージアップって書いてあるので、まあ、極大に並ぶ火力が、列で出せるんではないかというわけで、まあ、非属性であるって点で、ミトラ・クレイモアに、劣っていますが、まあ、かなり汎用性も高めの武器なんではないかと思います。さらに、非 HP 回復ダウン付与もついているので、まあ、今回の、マーザンダルがね、HP 回復すごいので、まあ、これでかなり楽になるっていうことなのかな。まあ、なので、これはもう、問答無用、リセマラでも1レベルの当たり武器ですね。はい、次行きましょう。はい、フィアンマシールド。です。こちらね、全体大ダメージ。もうこの時点で神ですね。全体の、まあ、全体の盾剣っていうのは、ブロンズ系と合わせてヘイトが取れるので、非常にありで、さらにバフ、物理用ダメージアップ、魔法用ダメージアップ付与 10% 25秒。これね、多分他の、剣術師とか魔導士が自分に用ダメージアップ付与するやつと重複できると思うので、重ね掛けできますね。さらに縦剣でバフ武器はないので、かなりの当たり武器だと思います。まあ、ちょっと剣には劣るかなってぐらいで、かなり当たり武器です。次行きましょう。敵全体の魔法ダメージ中、敵全体に HP、非 HP 回復ダウン付与。うん、これはあまりいらないですね。これはいらないです。ハズレの部類ですね。今回に限っては非 HP 回復ダウンが非常に使えますが、別に正動詞で前上がってまでこれで攻撃する必要はないので、これは今後は絶対使う場所は少ないのかな。限られてくる。次行きましょう。フィアンマペルト。大当たり！敵全体に物魔融合ダメージ大。これね、多分、スチール系か。スチール系と多分、重複できます。なので、その時点で強力なんですが、まあ、本当に一つ。ファーってなるやつが、弓の超強化ですね、これが。仏魔融合ダメージ大。これはね、ベータ版だと 75%。75% ずつで計算したものに、バフとかかけてってやつなんですけど、まあ、とりあえず融合ダメージなので、その分、ダメージが出ますと。で、さらに、物理比ダメージアップ、魔法比ダメージアップ20% って書いてあるので、まあ仮に誰かが先にフィアンマベルトを使ってたとして、自分がフィアンマベルトを使うとすると、20% がかかって、40% になったところにぶち込めると。まあ仏魔なんでどちらの属性を持つので、どちらのバフの影響も受けることができると。まあ逆を言えば、デバフもどちらも影響を受けるので、まあ、その分火力は下がる。物理下げられても火力は下がる。魔法下げられても火力は下がる。だけど魔法を上げれば、火力上がる。物理上げれば火力上がる。どっちも上げればさらに火力上がるっていうのが、融合ダメージになってます。まあね、ミトラールクとかは、余ダメージアップ2つ、物魔なので、それ使った後に使っていただければ、火力が出せるっていう武器です。フィアマトーチ。敵単体に魔法ダメージ大。自分に魔法余ダメージアップ 20%、7.9 秒。7.9 秒がネックだよね。こいつを強力にしたいんですよ。今回のクエストって。誰かにどっかの余ダメージアップ武器で 7.9 秒アップして、
フィアンマトーチで 7.9 秒アップしてってこうリレー式ができるっていう武器になってます。まあ、なので、まあ当たりですけど、まあ必ず欲しいってほどではないです。だから引いてたら嬉しいくらいの武器になってます。まあ、なので今回の当たりは、これがトップクラス。これトップクラス。次に続くのはこれ。これ。で、これちょっと別にいらねえっていう武器ですね。で、まあ、今度ね、魔道具も追加されてます。物理用ダメージアップ付与。魔法用ダメージアップ付与。うん、これ使ってまで使う必要はない効果です。これも。ただ、複合ダメージが流行り出したら、これかなり強くなってくるんじゃないかなって思います。はい、キューズの加工。非 HP 回復ダウン付与。今回のイベントで使える魔道具ですね。うん、ただ、魔法ダメージ特大なので、魔導士はこれ、こっち使った方が火力出る説はありますね。ってなもんです。まあ、魔道具に当たり外れないので、1個は獲得しといていいのかなって思ってます、俺は。はい、そして他にピックアップ、星3で、魔道具以外はピックアップされてます。で、効果見てもらうと、まあ、特大ダメージってこれ変わんないので、まあ、こっちいっぱい出れば、こっち限度すれば、こっちの方が強くなるかもしれないですね。ただ、なんか隠しステータスがあるっていうのは本当聞いたことあるので、まあ、ちょっとよくわからないです、そこは。ただ、限突2回すれば、星4より、ステータスが高くなるのは多分皆さんご存知だと思うので、星3でも今回は全然使える武器なので、星3は確保しておきたいなということで、この確定分は引いておきましょうという話です。で、まあ、これちょっと狙いたい人は、これで引いといた方がいい。ですね。この2色の方は。うん。後日もこれちょっと欲しいよなーっていう感じでございます。はい。なので、引くべきなのは、聖導士と、まあ、魔導士はちょっと微妙かもしれないですけど、まあ、聖導士の方は別にスルーしてもいいのかなって思いますが、まあ、他のジョブもやりたいっていう願望を持っているのだとすれば、多分みんな引いた方がいいガチャです。はい。なので、まあ、石をね、まあ、回収できると思うので、今回のイベントでも引いてみてはいかがでしょうか。ということです。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。